ご無沙汰しております。本日はね、ハリアの車内後部座席の方からね、ちょっとお送りしたいと思います。ちょっとこうだらっとした感じでね、申し訳ないんですが、若干ね前席を前にしておりますが、かなり余裕がありますね。あまりねこう後ろに乗る機会っていうのがねないんですけど、まあこれならね、まあ大人用にねゆったりしながらねこう移動できるかと思います。まあ本日はね、ここ最近の納車状況などね、ちょっとお話ししてみたいと思います。まあここに来てね、ちょっとこう納車待ちの方がね、改良後になるというふうなねコメントを結構いただいてます。まあ特に Z グレードね、あとまああのハイブリッド車、まあかなりね待っておられる方、まああるいは去年にね、契約されてる方なんかでもね、まあ改良後になる方が結構おられるみたいで、ちょっとねひどい方はね来年の春以降になるとかねいうようなこう話もいただいてるんですけどね。まああの皆さんご存知のようにね、6月末からこう7月いっぱい、まあいっぱいじゃないんですけど、一応25日の月曜日からね、またこう工場稼働再開でね製造に入ると思うんですけど、まあ約1ヶ月ね高岡工場ですね、操業停止になってましたんでね、その影響を受ける方もねかなりおられるみたいで、今トヨタの発表ではね、8月の高岡工場操業停止は1日もなかったですね、今のところね。9月がね改良に入る前のね、まあライン切り替えやなんかでね、まあどれぐらいのまあ操業があるかちょっとわからないんですけどね、一部まあ8月いっぱいでまあ現行車のね製造を終えるというような話も お聞きしてるんですけど、まあそのあたりはちょっとね確定情報じゃないんでね、ちょっとまだわからないところもあるんですけど、これも確実は言えませんけど、まあ6月の時点でね仮マークが出た方は一応まあラインに乗っかる予定なんでね、まあ現行型で納車される可能性が高いですね。まあ私の友人のね正岡式に似たおっさんもね、一応まあ6月半ばに仮マークが出て、まあその時点ではね7月半ばから後半、まあちょうど今ぐらいですね、今日は7月23日になるんかな、にはもう納車の予定やったんですけど、まあ工場操業停止がね、まあかなり長引いて、一応ねデーラーから来た情報によるとね、8月10日から末ですね、来月のねの間に一応完成予定で工場出荷ということは、まあ8月から9月半ばぐらいの納車になるんじゃないかと、まあいうようなことですね。またね視聴者さんの情報によるとね、その正岡式のに似たおっさんのね、ちょっと後にこう契約されて8月10日納車予定という方もこう情報いただいてますね。またね昨日22日納車になりましたっていう方もおられましたね。まあそのあたりがねちょっとね、今工場が止まってる状態やのにこう納車される方もいてるんやなと思ってね、まあまあ地域とね、その同じ地域でもデーラーによってねこう差があるみたいでね、まあなんとも言えませんけど、まあとりあえずね6月の時点でね、まあ仮が出た方はほぼ現行車で納車になるとね思っていいかと思います。去年契約の方もね、今まで11月以降の方がね改良後になる方が多かったんですけど、まあ私が契約入れた10月の時点のね Z の方も改良後になるというようなお話も聞いてますんでね、ちょっともうひどい状況ですね。もし来年に年次改良かマイナーチェンジがあればね、まあまあまたそれまでに埋まってしまってねオーダーストップになるかと思うんですけど、今の時点でね、仮契約になるんですかね。まあその時点で最短で1年半。まあ1年半以上ですね、納期がね。まあそういう状況になってるみたいですね。今現状で言うとね、まあオーダーストップかかりましたけど、一番長いのがランクル300のね。あれがオーダーストップなる前に、まあ納期が4年や5年や言われてましたけどね。その次にトヨタ車ではハリアですかね。まあカローラクロスとか他のハイブリッド車もね、まあ軒並み1年ぐらいの納期を見てくれということなんですけど、まあハリアに関してはもう1年半以上になってきますんでね。
まあ、あの他メーカーで言うと鈴木のジムニーがね、やっぱりこう1年半ぐらいかかるみたいなんですけど、トヨタ車で言うと、まあ、ランクルがね、まあ、とりあえずオーダーストップになりましたんで、もちろんハリアーも今のところオーダーストップになってるんですけど、まあ、一番納期がかかるのが、まあ、ハリアーということになりますよね。まあ、ちょっと異常ですね、1年半2年って。乗り換える予定のある方はね、かなり余裕を持ってこう発注入れんとね、まあ、それまでに車検が来てしまうとかね、こういろいろな問題がね発生するかと思うんですけど、まあ、Z グレードの方はね、もう去年9月10月契約の方もね、改良後になるというようなね、残念なコメントもねいただいております。まあ、結構ね、ここに来てね、デーラーからの連絡で改良後になりますというようなね、こう連絡をいただいているという方がね結構多いんですね。こう残念なんですけどね。まあ、基本的にね、その値上げ分をね請求されてる方もおられるみたいなんですけど、まあ、これはね、まあ、今部品がなくてね、こう納期が遅れるのは、まあまあ他の事情もあるんですけど、こう年次改良とかね、一部改良というのはね、こうメーカーの都合なんでね、一応まあ契約書通りにね話を進めてもらったらいいと思いますね。以前の契約の値引き、もう契約書ですからね、それは変わるのはメーカーの都合なんでね、まあまあそのあたりはちょっとでもいい条件で話を進めてもらってね、向こうから言われた通りに、はいという必要はねないかと思いますんで、まあそのあたりもね有利に進めていただきたいと思いますね。まあただでさえね、今待たれてる方っていうのはね、その間に何回かね伸びてると思うんですね、予定の納期よりね。ほんでとどめがもう改良後で、下手をすれば来年とかね、ちょっととんでもない話になってますんでね。まあ去年私10月10日に契約したんですけど、まあその時のね、納期がね、一応 ZG 関わらずガソリン車が約6ヶ月、半年ですね。で、ハイブリッド車が8ヶ月っていうような納期でした。その時はね、まあそれが結局、まあ伸びて、まあガソリン車でも、もう Z グレードの方はもう、結果的にまあ1年以上と、まあハイブリッドの方はね、それ以上の方もおられるんですけど、私はまあなんとかね、4月の末に納車できましたけど、まあ数名ね、視聴者さんもね、もうこんだけ待ってられんわ、言うてね、もうキャンセルして、まあ他の車を買われた方もね、まあどうしてもまあ他も同じ状況なんでね、ちょっと程度のいい中古車を探してね、乗り換えられた方もおられますしね。まあ今のところどうしてもね、かなりね、皆さんも、トヨタに対してね、不信感持ったりね、イライラしてると思うんですけどね、もうこんだけ待ったらね、これでまた車種変えて新車にすると、また一から待たなきませんので、まあちょっとでも有利な条件をね、引き出しながら、もう待つしかないんじゃないかと、まあまあそれが最善なんかなというふうに思っております。まあね、おそらくね、8月いっぱいか、あるいは9月頭ぐらいでね、もう完全にね、現行車の生産がね、止まってしまうと思いますんでね、もうほとんどね、もうこの時期で、今待たれてる方はね、まあ何らかのね、答えがね、出てきてるかと思うんですけどね、またそのあたりもね、コメントいただけたらありがたいと思います。まあ本日はね、ちょっとね、今分かってるところだけなんですけどね、今のハリアーのね、納車状況とかね、納期情報、ちょっとコメントをね、元にお話ししてみました。ご視聴ありがとうございました。